この環境が悪い時にいかに人類が生き延びるのかそういう工夫が社会の非常に複雑化をもたらし文明だからあの、まあ、作物や家畜が収量が多かった年にそれを使ってしまわずに、まあ、貯蔵しておくというような仕組みを作っていくとい、まあ、これがまあそういう環境変動に対する人類の対処であったわけですが、まあ、そこにこう大変大きな財産 といいうものができていきてそれをどのように管理していくのかということで国家文明社会に至るまでのこう変化が生まれていったと考えられる。